新藤辰巳のゴミラジオ。はい、テアンディ、テアンディ、新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。はい、いとこの坂道先生です。どうも坂道先生です。教師やっております。いやー、本当に漫画道とかね、書いてる方ですね、坂道。藤子不二雄先生ですけどね、漫画道を書いてる。ですね、まあもう M1 の季節がね、真っ只中で、はい、まあ撮ってる日にちが、M1 グランプリ1回戦の2日目ということで、はいはい、昨日1回目が終わりまして、はい、まあ結局ソーシャルディスタンスですが、うん、それでまあなかなか中には演者ですらもなんか確認、他のメンバーは見れない状態でございますので、まあちょっと情報がなかなか入手できないというのが辛いところですけども。お客さんはどんな感じなんですか？無観客です。あ、無観客。はい。うわー、だからまだキングオブコントは、情報入手経路がちょっとあったんですね。あるあるある、20人ちょっといるし、多少ないとも反応はね、全く無観客、全く皆無でございましたので、誰も受けないってことですね。じゃあもはや、いやでもね、関係者が10人ぐらいいたので、洗いますか。初日とかはやっぱりちょっとね、重役の人が来たりとかして、まあ、様子を伺うんですよ、はいはいはい。でその人たちの誰かを笑う時があるでモグライダーは、あ、モグライダーはい、昨日終わったんですけど、一人笑ってたという自信だけで帰ってきましたともしげは。いや、だいぶ受けたんじゃないですか。いや、一人笑ってるのもなかなかね、まあそういう感じあって一回戦突破という。ああ、さすが、さすがモグライダー、一人笑ってました、ね、一人笑ってましたから。これすごいです。一人二回笑ってたら、あ、これすごい一回だったらしい、二回、そう、大概みんなおそらくだけど、誰も笑ってないからね。そう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 。しかも、しかもちょっと知ってるスタッフだったらしいので、身内受けですよ、ね。身内受けが2分間の間に2回起きて、1回戦を取る。なるほど、ね。素晴らしいなっていう。これは大事ですね。あ、芸人も見れないんだ。芸人も見れない。ということでね、まあ、昨日のその、大ニュースというか、僕なんかニュースが1個ありまして、シンクロニシティ入りたいというのがね。あれ、そう、1回戦落ちました。あれ、今回は、M1 グランプリは普段の M1 グランプリと違って、まあ3分の1、4分の1ぐらいで、あの2回戦に進むんですが、今回7分の1でしたね。あ、ものすごく絞られるんだ、はい、73組中11組とか。あ、1回分減ってるんですよね、今回。そうそうそう、その分の帳尻合わせでだいぶ削ったんじゃないかっていうのがあるのと同時に、昨日は意外とメンツ指定所ちょこちょこいたんですよ、今日もっと削られる可能性ありますね。だから10組いかないかもしれない、合格者。マジかよ、そうだ、去年確かにまではね、結構1回戦は受かりやすいことあってましたもんね、結構受かる感じだったけど。そう、わ、なので、まあ無観客、ザ・マンザ1回戦再びみたいなところで、ザ・マンザ1回戦2回戦準決勝なんですけど、だから1回戦から2回戦に上がるときに、10分の1ぐらい落とされるんですよ。だからそれが今回行われてるぐらいの感覚で、まあ、出演される方言っていただけると、だから正直1回戦でね、ある程度のレベルの方など流して1回戦合格の人多分おそらくいると思うんですよ、それがちょっといけないっていうのが、まあ、この初日で分かったこのデータでございます。本当だね、舐めてたらもう舐めてバツンいかれるね。そうですね。でやっぱり心配なのがね、まあ、去年ぐらいから、シンクロニシティの吉岡さんが、昨年の功績を、超えれなかったら、まあ、ステイでもいいんです、解散すると言っておりまして女の子の方で、まあ、去年準々決勝 で今年は準々決勝ぐらいの1回戦で終わったので、ステイだ。どういうこと？準々決勝ぐらい難しい1回戦だったんじゃないかなって俺は。私の1回戦は準々決勝ぐらいぐらいだったんじゃないかなって俺は見るんで、ステイでいいんじゃないかなっていう。いや、そうです。勝手に言ってるだけでしょ？まあ本人が言ってるけど、まあ、だからそれがどのぐらいの気持ちで言ってるかがちょっとわからない。あ、本人がそう言って言ってたの？言ってんの。あ、そうなんだ。去年の功績を超えなかったら解散しますって。って言って。っていうのも。あ、そう、落ちた上でどう言ってるかは聞いてない。今回はちょっと、
ライブが昨日そのあったので、はい、終わってすぐ M1 の会場に向かったんですよ、とりあえずで。で、シンクロニシティと飯でも行こうかなと思ったけど、うん、まあ、とりあえずともせぎを先に誘うかって言ったら、はい、うん、井口くんと会う約束をしてるのでって言ってたので、うんうん、ちょっと無視して誘い続けたら会えたので、結局ともしげともご飯行ったから、ね、あ、そうなんだ。ああ、シンクロニシティと結局会えてないんですけど、あ、じゃあ分かんないわけですね。で、今回はその、まあ先ほど述べた通りに、うん、あの1回戦がいつもより難しい状態ですので、うん、はい、あのそれに対しての対処も若干今回はあります、はいはい、というのも、まあ、このソーシャルネット、ソーシャルディスタンスなので、うん、まあ、キングオブコントは2回目チャレンジとかできませんけど、うん、M1 グランプリに対しては、うん、まあ、もう1回チャレンジすることもできるから、再チャレンジ可能、はい、再エントリー可能、再エントリー可能なので、実際まだこれで勝ち上がっていけば、うん、なので決勝まで行ってしまえば、はい、1回目のね、あの1回戦落ちなんてないのと一緒ですから、うん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 、それこそね、サムライスライスとかは1回落ちてから準決勝まで行ったりとかしておりますし、うん、まあ、過去デニッシュもそうですけどね、だいぶ昔の話ですけど、うんうん、東京大会で1回戦落ちたの、大阪大会で1回戦で行ったら準決勝まで行った、宮下岳さんですね、今ね、宮下岳さんはね、はい、タイタンをクビになったんですっけ？自分で破ったんでしょ、あれ。鼻につくからクビになったっていう、ね。いやいや、お前出てけ。自分から。松尾後も前発祥に言われたんだっけ？出すわ、権力あんだよ。中野さんと結婚して権力を得たんだよ。気に入らねえんだよ。違うでしょ。っていうのがありまして。で、ちょっと心配なのと同時にですね。うん、まあ、その後、追加合格っていうのがあるんですよ。はいはい。なので1回戦がまあまあ面白かったんだけど、うっかり落としてしまった、うん、もちろんお客さんの笑いないので、うん、あの審査員も3人なので理解が届かずに落ちてる人の救済みたいなところがあるの で、ね、うん、まあ、追加で受かる可能性は非常に高いと思うんですよね。追加が結構多いかもしれないですね、うん、これは。そうそうそう。で、あとあの落ちた後にね、うん、相方の男性の方何でしたっけ、誰だっけ名前、誰の話ですか、シンクロニシティ、うん、はい、名前何でしたっけ、毎回忘れちゃうんだよな、シンくんじゃないですか、あ、え、シンクさんとロニシティさんのコピーでしたっけ、ロニシティっていいゲームですね。でも確かにロニシティっぽいよね、ロニシティって感じじゃないですか、ロニシティって感じ、確かに、そうなんだ、そりゃ厳しいな、どこ行っちゃったかな、シンクロニシティ、うん、ね、まあ相方の男性の人が、はい、あのツイッターで、はい、なんか書いてて、うん、あの今だから言わせてもらいます、おあれなんだ、怒ってへん、なんか何かを言おうとしてるの、うん、ちょっと告白みたいな、うん、でネタを書いてるのは僕ですって書いてきた、うん、そういうわけなんだよ、うん、確かに吉岡さん書いてる、俺もそう思ってた、でもこの敗退後に書いたっていうところが、うん、ちょっと不思議なんですよ、うん、例えば決勝に行きました、うん、いやネタ書いてるのは俺ですって言ったら、うん、なんかもう自己主張というか自慢というか名番にもなるけど、落ちて一番シンクロニシティっていうまだ結成そんな短い中でも、まあ、一番評価の低かった年の結果の後に言うっていうことの心理って何なのかこれは興味深いところですね。そう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 、すごい結果を出した年ね、そう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 、言いたくもなりますけど、わざわざこう落ちた瞬間に言わなくてもね、だから本当に心理なんでしょうね、これはあのどういう気持ちで学者に聞いてみたいですね、どうだから俺のせいですっていうことにしたいのかっていう、何も僕が書いてるに吉岡さんが今回面白くなかったわけではないと、そう僕は俺が書いたものが面白くないものを書いてしまったという責任で言ったんじゃないのかと、すごい自己犠牲すごいです、無償のなんか、うん、まず書いたってことでこっち書いてたっていう驚きと動が大きいがあまり次 の、 あの戦略に届かないというか、こっち行き、あ、そっち書いてたの、うん、で終わっちゃってるというか、うん、でそこの今回のネタは僕のせいですっていうのがもし含まれているんだったら気づ
気づかせてやれてないですよと、うん、周りの人にね、どうしたらね西野亮太郎さんですね、西野くん、はい、はい、この人がね、そうなんだ、でもそうだね、うん、確か女の子が描いてるイメージだったね、うん、でもこれはね、うん、どういう意図、そしてどうして、そうだ、普段あまり僕がネタ書いてることを言わないんですが、今日だけは言いたいです、シンクロにして僕はネタ書いてます。本当だね、不思議だね、どういう意図なんだろう、どういう意図なんですかね、うん、僕が書いてますのは今回のネタなのか、ずっとなのか、もしくは今回は普段あんまり今日だ今日でもずっと、あ、僕がって書いてますね、今回はだったらね、うん、なんかその意味わかるじゃないですか、落ちたのは僕のせいです。でも吉岡さんの前のコンビ青天さんっていう思い出してください、うん、西野さんいなかったけど、あんだけのレベルのネタを書いてたのは確か吉岡さんだと思うんですよね、うん、え、これどういうことだ、ミステリーじゃないですか、うん、だから今のネタを、うん、あの前の青天さんっていうのネタを書いてる人が書きそうな気がする、うんうん、そこまで違くないじゃん雰囲気的に、うん、というとひょっとしたら、うん、だよ推測だけど、うん、あの西野が書いてないんじゃないかと、怖っ、それは怖いでしょ、それは吉岡さんが書いてるけど、うん、これは吉岡さんが書いたネタが、うん、あの世間に認められなくなることがちょっと辛いから、うん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 、いや違いますと、俺が書きましたっつって、書いてない人が自己犠牲でもう僕だけが悪いんですって言おうとしたけど、あの表現間違えて、え、こっち何と書いてんのっていうだけに注目されてしまった。ああ、なるほどね、自分の意図とは違う文脈に捉えられてしまったと。だからこのツイートが一回戦落ちですよ。何そういうので言うな、ミステリーすぎて、うん、謎伝わりきらない。あのミステリーの中に思惑が2、3種類で伝えるのがいいんだよ本当はね、ミステリーとか。そうですね、いや、こうだよ、いや、うん、この書き方はこうだよって議論をさせたいんだけど、わかんない。わかんない。とにかくわからない。うん、なので、まあ、どうしたシンクロニシティっていう。どうしたシンクロニシティ、まあ、西野くんの話なんですけどね。人になんか言われたんかな、なんか、ネタをどうこう。誰かに言われて言いたくなったんですかね。ひょっとしたら、出しゃばりな M1 スタッフが。うん、どうしたのよ、シンクロニシティ、今日、今年。いつも好きだったのに、今日、あんまりだったね、みたいに言った時に、うん、もうわけわかんなくて、うん、これは何、落ちてたことか、って本当に落ちてたから、うん、もう落ちた、なんてことしてしまったんだ、ああなったのか、送信しちゃった、うん、まあ、確かに、聞きたいところですね、本人に、ね。でもまた逆にだよ、うん、シンクロニシーってね、つかみどころがないコンビでもある、ところが魅力でもあるとか思うんです、うん、謎めいてる、ね、謎めいてる。うん、で、ひょっとしたらその後ちょっと落ち込んでて、うん、なんかどうするかなのか、ちょっと話し合いにあって、うん、なんとなく喋ること特になくなって、うん、吉岡さんが急に思い立って、うん、目の前の向かいにいる西野君の携帯を取り上げて、うん、え、何してるんですか、うん、え、何僕はいたことになってるんですかって、なんかこれありそう、ありそう、あの向かいの関係性的にはなんかありそう。え、なんで、いやもう それでいいからって言って、はあ、え、いやもう否定とかしなくていいんだよ、あ、いいからそれありそう、これが一番俺は、あ、それじゃない、うん、あ、それな気がする、あのね、吉岡さんの不思議な感じから、うんうん、だからひょっとしたら西野君が一瞬書いて、自分で書いて自己犠牲になるんだからって言ってるけど、そもそも本人書いてない可能性あるんじゃないかと。だからもう自分が書いてるけど、うん、西岡が書いてることにしよう、これから、うん、みたいなして、そうそうそう、もう私はそれでとやかく言われるのは嫌だと、うん、もうめんどくさいと、私は褒められ続けたいというタイプだから、うん、褒められ、うん、もうどっちでもいいみたいな感じなんですか、うん、だからもう私今年はもうからもうあんたが書いてることにしない、私はもう知らんと、もし続ける意思がちょっとあるのならもうそれでいいだろう、うんうんうん、こうやって携帯こう投げてえとか言ってそうやもん、言ってそうやもんな、ね、ああそうかもしれないですね、っていうパターンもあるな、割とそれは濃厚かもしれない、うん、それがつながる、それにしときますよ、それだとちょっとスッキリするね、うん、そうそう、うん、それが一番腑に落ちるかなというので、うんうん、
そうですね、正解ですね、これ。そうですね、そこに落ち着けといた方がいいですね、この問題は。はい、じゃあ、うん、やっぱり吉岡さんが書いてるけども、そうですね、西野君の携帯を取り上げて吉岡さんが書いて、うん、携帯を投げつけて、うん、投げつけたかどうかは知らないけどね、ツイートに流れてて、うん、否定しようとしたけど、うん、もう吉岡さん止めてもそれでいいからって言われて、うん、落ち着いた、そういうことになった、ね、なったでもまあ追加合格もありますし、うん、まあ、なかったと、俺でも追加合格になってると思うんだよね、俺は。確かに追加合格、昨日のメンツでシンクロニシティがやけに目立って落ちた気がするんだよ、うん、まあ、あとダンシングヒーロー、そうなんだ、うん、まあガジュマル落ちたけど、まあまあ落ちる、うん、いやガジュマルって準々決勝で、ね、いや準々がおかしかったんだよ、行ったことあるから、そんなバカなって俺思ったからね。いや別にいいでしょ、おかしいなって思ったんだよ、なんでそんな言い方するの、まあ、だからそこら辺のメンツがね、元準々にカブ行った人がもう1回戦で落ちてるって、うん、なかなか本人にしたら塞ぎ込みたくなるぐらいの、確かに確かに、ショッキングだわ、うん、もう下手したら1年目の後輩にいじられますからね、うん、エンディングとか、うん、何うるせえな1回戦落ちがとか言われるよ、そこつな後輩ですね、いやいるよ、乱暴な、あの告知でちょっと一ボケして滑ったら、うん、だから1回戦落ちなんだよとか、粗暴な、そいつは今は3回しなかったです。よくよく見るとプライド高すぎるがゆえに、恐ろしいですねそれは、うん、だっていうのもあるから、まあちょっとね、落ちるとちょっと塞ぎ通りたくもなるけど、あの別に今回に限らず、うん、いつも通りの M1 でも1回戦は難しいですよ、うん、っていうのがまず1個ありますから、うん、さらに難しくなったこの環境と、うん、無観客という普段と思ったのと全然違う状態でやる、うんうん、っていうのでいろいろ乗っかっているので、今回はまあ俺は最悪、気乗りしたかったら参加しないのも一個のその戦略だと思うんですよ、うんうん、で、まあ、参加してもいつもと違う感じになってしまった、あとコロナの関係でネタがかけれない、うん、まあネタいっぱいかけてる人もいるかもしれないけど、俺かけるのだけが正解だと思わないし、うん、かけるのも正解かもしれないし、うん、っていうのが、それはもう自由な選択でいいので、うん、でまあシンクロニシティはもともとコロナ関係なくコロナみたいな状態でやってたから、うん、ネタはねそんなやつだから、からもうセンスと才能だけでやってたところなので、うん、だからまあまあまあそういう時もあるかなって、シンプルに1回戦落ちでも、うん、単純にネタがはまんなかったっていう、うん、こともお客さん入れてもあるのがシンクロニシティでもあるから、そんなになんか安定して結果が出続ける、順々以上いくっていうことに固執する必要はないかなってのは俺は正直はシンクロニシティに対しては思ってます、ね、うん、ああなるほどね、うん、はいはいはい、ということでございます、うん、でまああんまりもし本人たちが、まあ、見ていましたら、はい、あんまりしなくてもいいと思うし、はい、俺はそれも含めて面白いところ、ギャンブル性の高い、ああ芸人さんだなって、あんな面白いネタの時もあるんだけど全然ハマらん時もある、これがなんか、はい、なんか芸人の色気としていいじゃないですか、うん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 、まあ、ローズヒップファニーファニーみたいな感じで、うん、分かりやすく言うと分かりやすく言うと、ネタめちゃめちゃ受けたりするんだけど、うん、事務所ライブだったらどこにいるか分かんないぐらい下みたいなするわけですよね。そうだった、うん、そうだ、でも多分荒々しいですからね、サンミュージックの中のコント師になればもうトップ3ぐらいに入るぐらい面白いですよ正直、うん、ただ毎月行われる事務所ライブというのにハマってない、だからハマってないっていうのは俺は結果的にかっこいいなと見えちゃって、うんうんうん、ダサいなとか思わないんですよ、うんうん、あだからでもハマるとかはとことんハマって、受けるときはとことん受ける、うん、受けないとこは受けない、ハマらないとこはずっとハマらないって、俺それが芸人だと思うんで、シンクロニシティはそういうとこもあるのかなって、特に作り方とか特殊だし、まあ、安定するほど、まあ、バンバンでライブ出てるわけじゃないから、うん、気にしなくて多分楽しんでればいいかなっていう、うん、っていうので僕はそう思いましたということで、はい、以上、新村さんのゴミラジオでした。はい。